男でしょ。なんかこのラーメン隠し製麺っていうラーメン屋があるんですけど、今日はここでラーメンでも食ってみるか。辛味噌ラーメンとかあるのが美味しそうだな。味噌ラーメンがあるんだ。定番人気ニンニクとか醤油餃子です。